ちは山口健さん、こんにちは、こんにちは、山口健さん、田中美香です。なんでもない、別になんともない動画、なんでもないけど、海にドライブに行って終わり。ただ海行くよ。最近推しができたので、その子の推しグッズみたいなのを何個か持ってきて、それで私の行きつけのカフェに行って、アクスタとかなんかこうグッズ並べてなんかこうみたいな、そういうやつやりたかったんだよ。今までずっと伝えたかったんだよ、あれずっとやりたかったからね。あれをやってうーんっていう顔をしたいと思います。ということで、レッツゴー。みんなもなんとなく思っとったかもしれんけど、似合わん、誰が買ったんこのサングラス。高かったしね。しかも車用にサングラス欲しくて、3年前に買ったサングラスなんやけど、私も色付きのグラサン買ってパリピギャングみたいなことしたかったのに、似合わなすぎてすがすがしかったもん。なんか似合わんとかじゃない、よし、新しいサングラスだ、似合わん。逆にかけれる、なんか似合わなすぎて逆にね。さあ角島方面へレッツゴー。まあ久々ないじゃないが、全然久々じゃなかった。めちゃめちゃ最近行ったな、角島方面。1週間以内に行った、行き過ぎ。19歳か。あ、旅のお供はカフェラッテ、私がよく飲み寄ったやつね。最近あんまこういうさ、撮影以外の時はさ、入れ歯入れとやんか私。だけ入れ歯入れながら飲むとすっごい着色するんよ。しかも歯に良くない、普通に外して飲まないけ、水以外は。やけドライブしながらとか飲めんのよ。だけピッサピサ飲んだ、めっちゃ美味しい。幸せ、味ついとるものでドライブ幸せないけど、下関市内の19歳はやったらめったら角島に行く。これ市内の人やったら頭をもげるほどヘドバンするよね。19歳って免許取り立てなわけやけ、やったらめったらドライブ行きたがる。でドライブ行くってなったら角島しかない。東京とかやったら横浜方面行こうとか、みなとみらい行こうみたいな感じで、結構こう方面があると思うんやけど、うちらにはない一つ選択肢がね。19歳免許取れたで、車でデートみたいなのもね、新鮮なわけ。異性とナチュラルに2人きりになれてしまうっていう。家来ないとかだといやらしかーって感じやんか。カラオケ行こうもさ、なんか意味わからんやん。なんか関係値によりきりやんか。やけどドライブ行かんって相当軽い、あいいよって一番なる。ご飯より、ご飯も思いやだし。なんか私前さ、マッチングアプリの人とドライブ行ったみたいな話したやんか。で、ショート動画のコメント欄とかでさ、マッチングアプリの初対面の人とドライブなんてありえないみたいな。わかるよ。いや、めっちゃ気持ちはわかる。だって、危ないよね。いや、わかるわかる。自衛してほしい、みんなには。でも、田舎って、車でどうにかするしかないみたいなとこはあるやんか。カフェで集合。まあ、それでもいいんやけど、全然。でもなんかこう、好きでもない男の人、好きでもないやん。だってアプリで。はじめまして、好きですとはならんわけやんか。デートしとるところを、知り合いに見られたら嫌だなみたいな。あのね、下関って狭すぎて、普通にフラって出かけたら高確率で知り合いに会うの。東京みたいに人がうじゃうじゃうるわけ、いや東京と札幌みたいに人がうじゃうじゃおるわけじゃないけど、札幌がね最近めちゃめちゃ都会ってことに気づいて、今日帰ってきたけど札幌から。札幌都会すぎ、すすきの歌舞伎町だったもん。しかも私 YouTube やりやるわけやんか。なんかちょっと奇抜さみたいなのはあるよね。あ、いい感じの弟いるって、なんのかなみたいな。やけ、なんか自分が車出せばいいかなって。男の人的にはさ、迎えに来られるのって新鮮で、ちょっとなんか印象に残りそうじゃない？私の周りとか、みかんチューブで田舎でアプリやっとる子とかもみんな聞いたけど、田舎のアプリでドライブは本当に多い。抵抗がない人の方が多いと思う。なんならね。最近さ、推しの子を見ようとしていて、あんだけ、なんかさ、面白い血眼でさ訴えかけてくるからさ、さすがにおもろいのかなと思って、私アニメとかあんま見ないけど、なんか話にもついていけんしさ、見ようかなと思っている段階です。でね、曲はね好きなのよ。あのアイドルとサイラビーチョってやつ。愛が関係ない、箱小さい大きいとか気にしない、ちゃんと見えてる君のサイリウム、今ふと吹けば飛ぶような小さな小さな才能だけど、私を押してくれるのならばクレスをあげる、あなたのアイドルサイは B 重量、おい
てください。フライングゲット。オンザビーチ、うぬぼれ女巻き、あ、ついた。みんなおなじみゼロカフェ、スマイルの MV とか何回か動画とかでもね登場したと思うんやけど、ちゃんと撮影許可ももらってね来たんだよ。えらい。チョコレートラテ頼んだ。かわいい。美味しい。ここ何頼んでも美味しい。店員さん可愛くてさ、佐藤しおりちゃんみたいな顔しとって、で絶対いい人、多分いろいろ断れんタイプの人だなって思うので、強く生きてね。しおりって呼ぶことにしよう。ゼロカフェじゃなくて。今日どこ行くんで、あ、しおりんとこっつって。最高ね。見る、こっち側すごいんやけ。曇りやけちょうどサンセット見えんけど、夏の晴れのゼロカフェはやばいよ。あそこの木のところに飲み物置いて写真撮るんやけど、めっちゃいい感じに撮れる。そうそう、今日は推し活っていうことで、サインはビー、推しのグッズを着てきたんやけど、こちら見て、可愛くない？怖いよ人ってのは。これなんて書いてあるかっていうと、アダルトベイビーって書いてあって、みかんのこれロゴが入っとって、めっちゃ可愛いよね。他の服と合わせやすいピンクで、今日は緑のねスカートと合わせて、ゆるい感じで可愛くない？ XL サイズなんやけど、腕もこんぐらい長くて、太もも半分ぐらいのね、ブラウンであのロゴが書かれとって、でアダルトベイビーっていうあれですね、大人の赤ちゃんっていう意味なんやけど、なんかウケるよねうちの推し。でこれね2色展開で、白の方もあるんやけど、そっちの方はもう下なんでも合うし、 M サイズを買ってインして着るとかでも、私的にはグレーとか緑とか赤とか白とか同系色でまとめるのも可愛いし、ピンクってちょっと子供っぽくなりがちなんやけど、大人っぽいピンク色って感じ、だから言ったらまあ大人の赤ちゃん。カフェグラスもあの推しのグッズなんやけど、これなんて書いてあるかっていうと、 I'm a national baby because I've been loved by everyone since I was born。 発音壊滅的。これの意味が、私は国民的赤ちゃんだ、なぜなら私は生まれた時から皆に愛される存在だからっていう。なんかうちの推し自己肯定感高くてマジ尊い。このグッズの名前が自己愛強めのカフェグラスっていう。これこれこちら、アクスタ買ったんだよね。え、かわいい。さっきのアダルトベイビー大人の赤ちゃんっていうこうスタンドで、材料紹介、卵バージョン、汗びっしょりバージョンっていう。飲み物と一緒に置いてみたいな、プシャって撮るんでしょ。よくジャニオタの子たちがこうやってさ、こうやって撮っとるの見たことがあって、それやってみたいなと思って、でちょっと今日もね一応インスタでジャニオタヘアメって調べた。ハーフツインとかしとる人が多かったけ、控えめのねハーフツインしてきました。この動画で出てきた推しというのは、私のことです。こんにちは、ありがとうございます。今日呼んでくださってありがとうございます。グッズを出すことになりました。難しい、こう指と指を合わせて拍手っていうの、なんかこうなかなかの確率でしかこう出会わないから、指と指。先ほど先行発売させていただいたオタクの方が、紹介していたものなんですけど、大人のエケチェン T シャツ、自己愛強めカフェグラス、みかんちアクリルスタンド材料紹介卵バージョン、みかんちアクリルスタンド汗びっしょりバージョン。まず大人のエケチェン T シャツが、サイズが M と XL。 簡単に言うと、インして着たい人は M で、アウトで着たい人は XL。 私ピンクの T シャツがどうしても作りたかったんやけど、今も着とるけどね、こうやって
普段使いしやすいグッズです。自己愛強めカフェグラスが、まあ、名前の通り自己愛強め、私は国民的赤ちゃんだ、なぜなら私は生まれた時からみんなに愛される存在だからっていう格言が赤っぽいピンクの字で筆記体で書いてあるやつで、アクスタみんな欲しいよね。材料紹介、卵バージョンは料理とか食べ物のとこに横に置いたりするとみかんちがこれ作りましたみたいな感じでね、我が物顔で立っている様子がとても可愛らしいでございますよ。汗びっしょりバージョンはそこに置くだけで全てが気まずく感じる、なんか居酒屋でもおしゃれなカフェでもおしゃれなイタリアンでもどんだけおしゃれでも気まずそうなのよね、こうやって気まずバツが悪そうな顔をしていて、その場が一気に気まずくなるっていう、そういうあのね、効果があります。もしよかったら買って推し活してくれると嬉しいです。 URL 概要欄貼っておくので、そこからぜひ購入してみてください。それでは皆さん、また会える日を楽しみにしていますありがとうございました。そしたらバイバーイ。こんな感じでいいですか。